皆さんこんにちは。いつも動画のご視聴ありがとうございます。名鉄小牧線の沿線を自転車でサイクリングしていきます。春日駅を出発して次の牛山駅を目指します。次は牛山駅ですね。牛山駅行きましょう。ここすごいな。道幅が狭い。ちょっと沿線から離れるんかな。そんな感じだな。こっち行けるんか？あ、ここマンションか。あ、行けるか？あ、行き止まり。マンション。行き止まり。こんなこともよくありますよね。あ、こっち行けるか？行ってみよう。土地勘がないので道がよくわからん。できるだけ線路沿い走りたいな。今現在はこの辺りにいます。こっちは行けないか。行けるんかな。行ってみようか。行けるんか？あ、行けたっぽい。これ線路、小牧線。この辺は駐車場か。あ、向こうに渡った方がいいのかな？こっちの方がいいね。よし、行けそうだ。ここ開けてるな。なんだろう。空き地かな。めちゃめちゃ広い敷地だよ。後で調べてみたんですけど、よくわかりませんでしたね。かなり広い敷地が更地になっていましたね。こっちは倉庫、まあ、工場かな。倉庫のようですね。春日井牛山だっけ、の区間。何かあるんかな。この辺りにはいくつか倉庫が立ち並んでいる感じでしたね。今現在はこの辺りにいます。踏切。あ、これは次の踏切逆側行かないといけないね。あ、ダメじゃん。逆側も行けないな。ちょっと大通り出るか。大通りかな。ここは行けるか？あ、春日井から牛山区間。電車来ますね。
ここは今もう小牧市に入ってるのかな。掲示板あれ住宅が入っちゃったな。うわどうすっけ。あ、航空自衛隊小牧基地、300メートル先か。線路沿いに行けなかったので県道102号線を通り進むことにしました。今現在はこの辺りにいます。行けるか。行き止まりか。無理だな。ちょっとだけ航空自衛隊小牧基地見てみますか。本当にちょっとだけ、入り口だけでした。今現在はこの辺りにいます。あそこに線路が見えるんですよね。でもこれ以上近くに寄れないんです。あら、もう着いちゃいました。牛山駅ありましたね。あれ、あっという間だったな。牛山駅、あ、牛山駅も駅員さんはおらず無人駅のようですね。こじんまりとした駅ではあったんですけど、航空自衛隊の小牧基地でイベントが行われたりした時には結構混雑するようですね。今回の動画はこれで終わりとなるんですけど、次回は牛山駅から次の駅まで名鉄小牧線の沿線を自転車でサイクリングします。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。